こんにちは、木下ゆうこのゆるちゃんです。今日はですね、実はですね、昨日私ですね、広島にユーフェスで行ってたんですけど、とっても楽しかったです。広島最高です。大好きです、広島。ですね、そうで、いろいろね、食べたんですよ。広島風発祥っていうところの広島風お好み焼きを、ライブ会場、違う、ユーフェスの会場の、控え室で食べたし、で、爆弾っていうところのつけ麺を夜食べに行ったり、それはですね、私ユーフェス中にユーフェスに来てたみんなにね、聞いたんですよ。広島で何が美味しいって聞いたら、爆弾食べてって言ってた子がおって、そう、それで爆弾食べに行きますっていう話になって、あ、爆弾ってそういえばあの子が言っとったって言って食べに行って、爆弾も美味しかったですね。ちょっとピリッと辛いんですけど美味しかったです。ちょっと前だったら、そういえばさ、動画で爆弾のカップラーメンを食べたんですけどね、やっぱね、お店の方が美味しいですね。でですよ、めっちゃ美味しいと思ったものが他にもあるんですよ。他にもいろいろあったんですけど、まあ、とりあえず今日はこれです。ですね、これもね、ユーフェスの会場の控え室に差し入れっていうかあったんですけど、これです。じゃん、生うみじこしあん。まあ、味はね、他にもつぶあんとか抹茶とかあったんですけど、私はこしあんが一番好きでした。これがね、生もみじですよ。生の部分は多分ね、普通のあのカステラ部分、あんこを包んでる部分が生なんですよね。まあ、こうやってさ、一見見た感じはわからない。こうやって一見見た感じはわからないんですよね。でね、でもね、これがめっちゃもちもちなんですよ。わかるかな、超もちもちなんです。おいしい、めっちゃおいしいんですよ。私意外と初めて食べました、この生もみじっていうやつ。もう包んであるね、カツラの生地がすっごいもちもちなんですよ。ちょっと生食感ですよね。しっとりしとってもちもちでめちゃくちゃ美味しい。こしあんが私は一番好きですね。まあ、他にも粒あんとか抹茶があったと思うんですけど、それはまあ好みじゃないかな、食べる人のね。はい、私もう美味しすぎて、帰りの、新幹線の駅でお土産屋さんのところで生もみじを売っとるの見つけて、 3箱近く買いました。あのね、1箱30個入りぐらいのやつを1個買って、お土産に買ってでもう1箱またお土産に買って、でもうね、10個ぐらいバラで10個自分が食べるように買いました。これは箱入りじゃないバラで買いました。はい、とっても美味しいです。皆さん、広島に来た時は食べてみてはいかがでしょうか。じゃあ、バイバーイ。